皆様こんにちは。大人のためのインターネットテレビ、愛から万歳の時間がやってまいりました。本日も愛からスタジオからお届けしてまいります。ナビゲーターの愛から編集長、青野秀俊でございます。いよいよ11月も間近ということでございます。ディナーショーの季節も近づいてまいりましたということで、先週に引き続きまして清水節子さん、タレントの清水節子さんがゲストでございます。よろしくお願いします。先週クリスマスディナーショーの、はい、告知をさせていただいたんですが、はい、冒頭でまずはもう一度、はい、ファンの皆様にご紹介したいと思います。12月の9日、はい、港未来にあるロイヤルパークホテルで、はい、ディナーショーをやります。はい、スペシャルゲストで超有名な、世界的に有名な方がね、俳優であり歌も歌ってる方なんですけど、すごいですね。もう渋い方です。ぜひぜひ皆様いらしてください。いいですね。清水さんの場合歌も上手だし、はい、トークが面白いからいいですよね。面白いですか。楽しいです。本当、はい、だから話術歌唱力両方長けてるから、やっぱり行っても楽しいですよね。なおかつこのロイヤルパークホテルのね、美味しい料理も、そうですね、大体来るお客様はまあ、同じような顔ぶれなんですけどね、皆さん。でも歌い手の方も見たいって言われてね、それがすごく嬉しいです。司会はまたそうですね、清さんです。清さんです ね、ビート清さん、まあ、清さんはダメだったらクワマン、2人いるんでどっちでもっていう感じで。あ、そうですか。クワマンさんもね、仲いいんですね。はい、ね、とってもいいやつで、いいやつですか。はい、そうですか。なかなかこう男気があって、うん、さん頑張ってね、お父さんされてるんですよね。そのあね、なんかお弁当作ってるって、うん、ですか。おかず作ってるって言ってましたね。たまにメールが来るんですけど、子供に。偉いですよね。そっか、でもこういう関係広いですね。いえいえ、ね、すごい人なんで。あ、そうですか。そんなわけでございましてね、本当芸能界の中でもいろんな方に愛されている清水さんですが、ディナーショー12月9日でございますので、ぜひ、横浜ロイヤルパークホテルの方のホームページもアクセスしていただいて、お申し込みいただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、今年ももう残すとかあと2ヶ月ぐらいになっちゃったんです。はい、早いですね。もう1年が先生あっという間、ね、もう40過ぎるとね、本当に1年が早く感じますね。はい、40過ぎますとね、もう、はい、お互いにね、先生お互いにもう嫌ですね。いやでもね、はい、相変わらずお若いくて、はい、綺麗でシワもなくて、ありますもん。ナイスバディで、ナイスバディですか。ナイスバディで、もうない胸を寄せてね、寄せてますか。もう毎日楽しく生きないとね、先生。 でもなんかあれですか、はい、先週そのアロマとか何でしたっけ、はい、エステ行ってきました。最終島でって話、はい、やっぱりこう美しさを保つためにかなり努力されてるんですか。あまりしてないんですけど、日本ではもうほとんどエステ行かないんですよ。行かない。ただ私は恋をしたいです。ああ、それ真面目な話で。はい。ああ、そうですか。もういつもこう仕事行くじゃないですか、いろんな仕事。恋はしたいですね。もう今前にいらっしゃるじゃないですか。あ、素敵とかね。いや、男の方見てあら素敵とかね。恋はしたいです、いつも。でもあれじゃないですか、清水さんって多分こういらっしゃいみたいな感じだから、結構年下の人に疲れるんですね。疲れるでしょ。もう40代のバレちゃうんですけど、私が、40代の人に疲れますね。なんかでもね、だんだん40代の人でもね、いいなと思うんですよ。でも向こうの方が相談みたいな形で、なんかいつまでかお母さんお母さんになっちゃう。ああ、そうですか。はい、ダメじゃない、こうしなさいとかね、女はそうじゃないのよとか。あ、でもね、なんかこう女性の気持ちを代弁できるから、いいアドバイスいただけちゃいますもんね。でもあと女性にもモテますでしょ。女にモテますね。モテるんですよね。女性の方がおばさんにもモテるし ね、はい、なんでですか。なんでなんですかね。一緒にいると楽しいって言われる、そうだと思いますね。あと元気になる、そう、それよく言われるの先生。やっぱりなんでだろう、わからないの。なんですかね。僕もね、清水さんとこれで2回目ですけど、会うためにいいオーラいただいて、はい、なんかすごい勇気とか元気って明るくなります。え、本当？なる。先生は悩みありますか？ないです。
あってもここでは言えないですよね。当然ね、いろいろあったら先生いつでも言ってください。また個別にこの番組の後にたっぷりとご相談いただければと思うんですが、ね、言っちゃって。そうですね、もうそっか、なんかねよく元気もらえるって言いますね。そういう感じします、うん、あとねこれ今年の5月に出ていただいた時に、はい、結構ニューアウの方に間違えられるってことで、そう、もう最近やっとなりましたね。慣れました。あれから5ヶ月ですか、はい、6ヶ月経ちましたよ ね、 最近やっと慣れたんですけどね。この前福井金沢行ってきたんですよ、はいはいはい、ある放送局の女の方に、30代ですかね、胸いきなりこう触られて、はい、柔らかいわねって男と間違えてたみたいで。そうですか。ニューハーフと、それで私もちょっといたずらしちゃうんですよ、はい、あらそうかしらとかやっちゃうんですね。この声ですからね、それで今度その後鶴がかしらね、はいはい、マネージャー鶴が行った時も、はい、こうマイク持ってね、ハンドマイクなんでお客様の方行ったんですよ。そしていきなり前をね手でこうやられたんですね、年配の女性に。女性の方に触られたの初めてなんで、もう声が出なくてね、最初からね触るようなふりすればあーってやったんですけどね、それもできないで、もう声が出なかったですね。怖かったですね。じゃあね、逆に怖いっていうか複雑でしたね。なんか、うん、おばさんに好かれる。そうなんですね。でもね、ニューハウの方って女性以上にこう色っ気を持ってるところもあるじゃないですか。色っぽいですか。だから色っ気があるからじゃないですかね。ね、自分では全然分かんないですけどね。だから男性にも女性にも若い人にも、うん、多分清水さんと会うと本当元気になる、元気もらえるからって、なんか嫌なことあっても会うとなんか笑えるしみたいな人多いと思いますよ、うん、ま、そうね。だから食事しませんとかね、会いましょうっていうの大体暗いですね、そういえば、うん、向こう最終棟行ってる時もね、結構何か電話かかってきたんですよ、うん、やっぱみんな暗いのね、うん、だから結構そういう人たちのなんか使えますね、やっぱり。うん、そっか、やっぱりね。で、40代の男の方っていうのはちょうど企業っていうか会社の中で中くらいじゃないですか、うん、そうですね、下から突き上げられて、はい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 、上から押さえつけられて、はいはい、この中間職じゃないですか、はいはい、その辺の葛藤っていうのがあるみたいでね。ありますよね。もう声聞いて分かるんですよ、あ、何かあるなって、いいわよって食事するじゃないですか。だからもう身も心もボロボロで、私はもう本当に何のために生きてるか分からないんですけどね。先生、何黙ってんですか。いやいやいや、今聞き入ってしまったんですよ。もう先生、先生じゃないんですよ。私先生ってなぜか呼ばれちゃってるんですけどね。先生ありがとうございます。黙ってるから。なんか後半戦で今回ちょっと負けちゃってますね。負けないでください。先週ちょっと勝ってたつもりだったんですけどね。いや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 、 AB 型なんでどこにでもできる。 AB 型ですか。だから天才肌なんだよ、ね、やっぱり違いますね。先生いじってください。すいません、だんだん照れてきてしまいましたが、あれですね、このでも11月12月のこの、はい、大きいイベントショーが終わって、はい、来年はどんな年にしようと思ってるんですか。来年そうですね、もう今とにかくやることが多すぎて来年のことまでは考えてないんですけど、一応新曲は早々には出す予定です。本当に、ね、今いろんな方とお会いして、いろんな歌手の方とか。それシングルで出されるんですよね。そうですね。でもできるんだったらアルバムもやりたいですね。できたらこの男歌2とかね、なんかそういうね、先週もお話出たその埋もれた日本の名曲の中からもう何曲かね、何曲かこうインプットしてるんですよ。あるんですか。そうか。でもアルバムもやりたいんですけど、やっぱり、ね、自分の新しい新曲も出さないといけないんで。ちょっと葛藤してます今。そうですね、私自身悩んでね、ちょっと今ローダンの心境で、そんな清水さんでございます、はい、ここで一旦お知らせを入れさせていただきます。